第61回、有馬記念優勝馬、里藤のダイヤモンドシールメール第61回、有馬記念は、2016年12月25日に、中山競馬場で施行された競馬の競争である。3歳、バサトのダイヤモンドがゴール前でコバの北山ブラックを、差し切り優勝した。11月19日から12月4日まで、ファン投票が行われ、11月24日に、 1> 第1回中間発表12月1日に第2回中間発表12月4日に最終発表が行われた。最終の有効投票総数は154万3464票だった。以下の票において出走馬は灰色の枠で表示する。本競争には2015年の菊花賞、2016年の天皇賞、春、ジャパンカップを制した。 北山ブラック、三歳馬ながら、小馬に挑んできた2016年の菊花賞馬、里のダイヤモンドの二頭が人気を二分した。また、前年の覇者で2016年のオールカマーを制した、ゴールドアクターも出走、7.9倍の3番人気に、押された。また、2015年のエリザベス女王杯や2016年の、宝塚記念カチ馬ママリアライト、2015年の貧馬二冠馬で、 ある、ミッキークイーンと、5藤の GI 馬が出走した。その他、2016年の阪神大賞典、アルゼンチン共和国媒を制した、シュバルグラン、同年の金ャ地賞のカチウマで、10勝4勝の山勝エース、2015年の日経新春杯、日経賞のカチウマアドマイアデウス、2015年と2016年に、ステイヤーズ・ステークスを連覇した、アルバート、 2013年のフローラステークス、ローズステークスのカチ馬マデニムルビー、2016年の福島記念カチ馬ママルターズ・アポジー、同年の中日新聞杯、ナルオ記念など、重賞4勝の里野ノブレス、2015年、メグロ記念など、重賞4勝のヒットザターゲット、2013年のメグロ記念のカチ馬マムスカテールと14頭の重賞馬が出走した。 重症性箱備いものの前年の有馬記念で2着、GI を含む重症で7回の2着を誇る、サウンズ・オブ・アース、1600万を勝ち上がってきた、サムソンズ・プライドも出走を果たした。負担重量は4歳以上ボバ、1000馬 57kg、4歳以上頻馬及び3歳、ボバ 55kg スタートは各馬まずまず揃った。 先頭に立ったのは7番のマルターズ・アポジーだったが、誰も競りかけずに短期逃げの格好となった。単独2番手に北サンブラック、その後ろに前年の覇者ゴールド・アクターがつけた。1番人気、里のダイヤモンドは中段に位置を取った。レースは、依然、マルターズ・アポジーが先頭のまま進むも、前半1000メートルタイムは61秒とセローペースな展開となり、 向こう正面で後方の馬の手綱が動き始める。中段の里のダイヤモンドは3コーナーあたりから一気にまくり、先頭集団に並びかけた。最終コーナーで北3ブラックが先頭に立つと、そのまま押し切りを図るも、外から里のダイヤモンドが並びかけ、さらに後ろからゴールドアクターもやってきており、前は3頭が抜け出す展開となった。 キトサンブラックの脚色は鈍らず、戦闘を維持するも残り100メートルほどのところで、里のダイヤモンドが一気に足を伸ばし、キトサンブラックを首さず足切り優勝した。勝ちタイムは2分32秒6であった。ありがとうございます。